はい、皆さん、こんにちは。便利士の木目なめです。えー、今回は、串について説明していきます。串とは何か、まあ、説明するまでもないと思うんですけど、まあ、一応言いますと、竹または鉄を箸のように細くし、先を尖らしたもの、食物などを差し通すのに使う。私が持っている時点には、こういう定義が書かれています。 串の形状としてはこの図に書いたような一般的には細長い棒ですよね細長い棒のうち一方の端部が溶かっているそういう形状をしています串が用いられる場面としては、まあ、やはり食物を刺すのに使われてまして、まあ、絵に書いたようなフランクフルートですとか、まあ、焼き鳥唐揚げなんかを刺すのに使われていますよねでこうやって刺すことによって、まあ、焼く時は焼きやすく また食べる時は食べべるるはやすすくなるわけです、まあ、この絵でいうと右端の部分が何も刺さってませんけどもこういう余った部分を持ち手として持つことによって、まあ、食物を扱いやすくなると、まあ、そういう目的で使われるものですよね今画面には2種類の櫛を示しています画面の左側が今回説明する櫛です 画面の右側が従来,の櫛ですで従来の櫛がどういうものだったかと言いますと、まあ、言うなればまっすぐな棒ですよねまっすぐな棒で,で一方の端部はもちろん尖っています断面形状は円形ですでこれに対して今回の櫛がどうかと言いますと、えーまあ、細長い棒であることには変わりないんですけども その断面形状はちょっと変わってまして、丸ではなくて四角なんですよ。四角。写真ではわかりませんけども、断面が四角です。で、それから、持ち手の部分がちょっと太さが変わってるのがわかりますよね。持ち手の部分が平べったくなってるんですよ。まあ平べったいというか、まあ、面積が広がってるんですよね。幅方向に面積が広がっていると。と もう一つ注目していただきたいのが持ち手部分に「もも」っていうひらがなが書いてますよねこの文字はおそらく焼き印だと思うんですけども焼、まあ、き印か何かで「もも」っていう文字が書かれているとそういう部分が従来の櫛と違っているところですそれで一応ここでお断りしておきますけども 今の説明ですと右側の櫛が世の中に先に登場してそれが普及してその後に左側の櫛が新しく発明されて世の中に普及したとそういう印象を受けると思うんですけども実はそれは必ずしも正しいとは限りませんひょっとしたら左側の櫛が先に発明されて普及してその後に右側の櫛が発明されて普及したと そっちのの順序の方が正ししいかもしれません。ただ私はこの2種類の口口のうちどっちが古くてどっちが新しいかっていうそういう真実はどうなのかってことは分かりませんのでこの動画の説明上は右が古くて左が新しいそれを仮定して説明を進めますさて、えー、この画面では 今回の櫛について、まあ、発明がどういう構成をしているかということを説明します。まあ、構成自体はさっき説明したんですけども、まあ、要は従来の櫛に比べて、まず断面が四角形であること、これが特徴ですよね。でそれから持ち手の部分が平べったーくなっている、これも特徴ですで。さらにその平べったい持ち手部分を利用して、そこにももっていう文字が書かれている。これが 大きな特徴ですで。これらの特徴からそれぞれ発明の効果が生じています断面が四角形になっていることによって、まあ、具材が回転しにくいっていう効果が出ますよね、まあ、回転しにくいって意味わかりますかねその例えばフランクフルートみたいにもう串全体に具材が乗ってる場合は別に構わないんですけども例えば焼き鳥とか唐揚げみたいに 複数の物品が刺さっている場合って、その一個一個の具材が回転しちゃうことがあるんですよね。回転すると、まあ、焼く場面では、まあ、回転しちゃうと焼きにくいですよね。で食べる時も、まあ、回転すると食べにくいと。で断面が丸かった従来の串では、そういう丸いがゆえに回転しやすかったんですけども、まあ、今回断面が四角形なので、その具材が回転することが防止されているということです。 でそれから持ち手が平らになっていることによって指先でしっかりと櫛を保持することができますよね。画面ではしっかり持ちやすいという効果を書いていますで。それから文字を記入できる。まあ、画面ではももって書いてますけども、まあ、こういう串ってよく惣菜屋で見かけますよね。まあ、スーパーに入っている惣菜屋なんかに行くと、まあ、セルフサービスで 焼き鳥いいくつか並んでいて、まあ、それぞれの口に「桃」と,とか「皮とか「レバー」とかいろいろ書いてますよね。でそれによって、まあ、その商品を選ぶ人が、まあ、この具材は桃ですこの具材は皮ですと、まあ、はっきり認識できると、まあ、そういう利点があります、まあ、あまり焼き鳥の具材について見た目でわかりにくい人っていると思うんですけども まあそういう人にとってはここに具材の名称が書かれているとまあ間違わずに買うことができて便利ですよねさてここでちょっと視点を変えてみましょうか今私は今回の串について発明の構成とその構成から導かれる効果を説明しました画面上も発明の効果って書いてますけども ここでいう発明の効果とはあくまで有利な効果なんですよつまり従来の櫛に対して今回の3つの構成を取ったことによって生じた有利な効果ですしかし発明の効果というのは必ずしも有利な効果ばっかりではなくて不利な効果というのも生じうるんですよ、まあ、今回は 発明の特徴として、まあ、断面が四角形持ち手が平ら文字の記入っていう3つの特徴点を挙げましたけどもここからここに挙げた3つの有利な効果が出るのは確かなんですけども合わせて不利な効果が生じていることに皆さん気付いてますか不利な効果についてちょっと考えてみましょうか。 今回の櫛の不利な効果、それは一体何でしょうか。思いつきますか。ここで私が思いついている不利な効果についていくつかあげますね。で一つは、まず持ち手が平っ とということですね。持ち手が平らになっているということはその分広い面積が必要なんですよね。で広い面積が必要っていうことはそれだけ材料費がかかるということです。材料費、まあ、つまり資源をより多く消費しているっていうことですよね。その点はちょっと不利な効果として挙げられていると思います。それから文字が入っている。 文字が入っていることも、まあ、一見するとその串に刺さっている具材が分かりやすいということで、まあ、有利な効果ではあるんですけども考えようによってはこれも不利な効果になり得ます何かと言いますと文字を記入することで串の在庫管理が大変になるんですよ今写真では「桃」って書いてますけども他にも「革」って書いてあったり レバーって書いてあったりするわけですよね。で、名前を書けば書くほど。串の種類が増えていくので、もうその在庫管理が本当大変になると思います。例えば。ももって書いた串がたくさん余っているとしても、もうその。串にももって書いてある以上は、その串はももにしか使えないわけですよ。ももって書いた串が余っているからといって。革に使ったり、レバーに使ったりすると。 ここれ大変ななとになりますよね。その焼き鳥を買う側にとっては桃を買ったと思いきや家に帰って確かめてみたら皮が刺さっていたともうそういうの詐欺ですよね <laughs> なので下手に桃とか皮とか文字を書いてしまうともうそれはもう用途が決まってしまうのでその点串の在庫管理を徹底しないと串が足りないってことに。 なるなるし、まあ、櫛が余りすぎってことになるのでその点は不利な効果として言えると思いますはい以上で今回の説明は終わりです今回は櫛について紹介しました私の説明の中でもし足りない部分がありましたらぜひコメント欄にお書きください例えば今回の櫛はこういう構成も備えていますよとか こういう効果も出ていますよとか、もし何かお気づきの点がありましたら、ぜひともコメント欄にお書きください。それからチャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。